こんにちは、村の鍛冶屋の山谷です。村鍛冶ライブ4回目やっていきたいと思います。今日は先週のナタとオノの、説明の続きから今度使い方に行きたいと思います。まずオノですけど、やっぱりこの長さによって破壊力変わってきます。どうしてもやっぱりこのちっちゃいやつよりもこっちの長い方が破壊力が大きいです。あとは刃の形ですね。ここの刃の形、角度、角度がある方がやっぱり割りやすい。逆にこっちは刺さりやすいので、刺さってからどんどん割っていくっていうような感じになります。一応これが8月末から幕開けでクラウドファンディングします。斧になります。スケルトンアックスという名前になります。であと次ナタですね。ナタもいろいろあります。まあ先週説明してるんですけど、短いやつからちょっと長めのやつ、型場のものとか、まあいろいろあるんで、これをちょっと使っていきたいと思います。じゃあまず巻き割り、斧からいきたいと思います。斧使うとき、まずここ緩んでるか緩んでないかまず確認してください。どうしても乾燥してる地域だとここが緩んできちゃいますんで、で割るときは、まあ、基本的に紐を通してもらって割ります。でこんな感じで破壊力あるのは簡単に割れるんで、刺さったら割っていくっていうような形です。逆にこういう刺さりやすいもの、刺さりやすいものは基本的にこんな感じで軽く刺してもらってから割っていくっていうと割りやすいです。で基本的にこのクラフトアックスは、こんな感じで削るのにも適しているので、まあ、皆さんやってみてください。で斧もう一つ、フルタングのやつですね。全部鉄になってるやつで、これも使うと、まあ、割れるっていうか、まあ、こう刺さった時にここを叩いてもらえれば割ることができるっていう斧になってます。で、まあ、基本的にあとじゃあこれは普通のやつなんですけど、まあ、端っこを狙ってやれば刺さるんで、こんな感じで斧を割っていってもらいます。基本的にこれが杉、針葉樹って呼ばれるものです。で針葉樹は基本的に割りやすいです。でこっちホオノキなんですけど、広葉樹、基本的に木の芽が詰まってるんですごい硬くて割りづらいです。あと節、よく節があるんですけど、節があると本当割りづらいです。これは杉でも本当割りづらいので、まあ、割りやすいのを探している人は節がない方がまあいいですよっていう説明になります。簡単に刺さったら割ってっていう形で、あれこれ節ない、よし、まあ、基本こんな感じで割れます。じゃあ次にナタ、ナタを説明します。ナタはこの割る木の大きさによってなんですけど、基本的にあと持つこっちの木が必要になってきます。叩くやつですね。なんで叩くのも結構重めの方がいいです。ちっちゃくて軽いと結構叩きづらいで、これだけちっちゃいやつはちっちゃくカットされてる薪だと、まあそれこそここにまず入れてこっちを叩いてっていう感じで割れます。ただ大きめなやつとかだと、あと、まあ、ここ丸くなってるやつとかだとすごい結構叩きづらいんで、その辺は自分が購入される薪、自分が使う薪の状態によって必ずちっちゃめちっちゃめでいくっていうのがあります。はい、まあ、刺さったらこんな感じでやっててもらえばいいと思います。でちょっと長めのナタ
まあ、これ180なんですけれども、これだとそれこそ、まあ、割る時も結構大きめまでいけるんで、まあ、でかいな、こんな感じで割ることができます。まあ、これは本当それこそちっちゃいのまで全然いけるんで、でもちっちゃいのいったら普通にあのフェザースティック、まあ、あのこう押していくのもあるんですけど、自分はこう滑らす方が好きっていう、はい、っていうだけです。まあ、歯が長い方が滑らしていった時にできやすいんで、っていう風に覚えておいてもらえるといいと思います。こんな形で巻き割りライフを楽しんでもらえればと思います。それでは、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。